金沢を流れる浅野川、そこに架かる中の橋はかつて一文橋と呼ばれていました。それは橋を渡るたびに渡り賃として一文を支払わなくてはいけなかったためです。金沢出身の作家泉鏡花の短編化粧の中には、その渡り賃を集める母と子が登場します。少年は時々お金を支払わずに橋を渡る人間を目にしてきました。ところが学校では先生が、木や草よりも人間の方がはるかに立派だと言います。それに対して少年は、先生よりも花の方が美しいと思うと言ってしまいます。これは金沢の自然と人の共生の物語。ここでは四季を通し、人も植物も動物も微生物も皆が寄り合って支え合って、そして一つの命を作っているのです。Look at a map of Kanazawa. It's a beautiful mosaic from what they call in Japanese Okuyama, the deep mountain areas. The rivers that start in the mountains, which are part of Kanazawa City, they flow down the mountainsides, across plains, and then out into the ocean. And before you reach the ocean,You have several coastal wetland areas. So there's so much diversity just within the city, geographically. And this lends itself to biological diversity. Traveling in within just the city limits, I like to get on my bicycle and cycle, along the riverways. Within a very small city limit,The change of the seasons is also diverse, and the way the rhythm of the people as the seasons change is also different. The different faces of that nature brings to the cityscape in Kanazawa is really beautiful. And I think that's one of the things that I enjoy the most as a resident, that you're never bored.With the diversity that the city brings to you. Kanazawa の11月、兼六園は紅葉と雪吊りを見ようとする観光客でにぎわいます。11月の初日から1ヶ月半ほどの時間をかけて、北陸の重い雪から大切な樹木を守るために、庭師たちは園内の約800本の樹木に雪吊りを施します。特にこの金沢の雪というのは湿っぽいというかね、すごく重い雪なんですよ。で、実際は大した雪は降らなくてもね、その水分によって非常に枝にかかる重みが大変なもので、そこを雪吊りすることによって枝を守るという一つの方法があるわけですね。民家のそういった樹木というのは、これだけの大きい松ではないんですね。せいぜいで8メーター、10メーターもないんでしょうね。で、兼六園では少なくても13メーター、15メーターという大きな、まして幅張りも大きいということで、その心柱についてもね、普通町屋のお庭っていうのはせいぜい竹の芯を使って、心柱を使うわけですね。兼六園ではあての木、大きな、まあ直径にすると少なくても30近いそういった心柱を立てて上がりますから、実際に上がるとね、だいたい16メーター近くのそういう高さから、多いもんでは250近い縄を使うわけですね。まあそういう部分で非常に見応えもあるし、まあ仕事そのものも大変難しい部分があると思いますね。
このような細やかな管理があったからこそ、兼六園の樹木は長い間守られてきたのです。3月の中旬、北陸の春を迎えるまでは、この幾何学模様の縄は冬の風物詩として来園者を迎えます。仕事しとってなんか自己満足なんだけど、綺麗に仕上がったとかできた時とかってやっぱええなとか思うけど、まあ大概そんな時ないですけどね。ああもうちょっとこっちか切った方が良かったんねえかなとか思うがただなんですけど、たまに俺っていう時があるんですね。好きな場所、嫌な場所だけど新立のてっぺんって結構見晴らしいんですよね。いやさそういう意味であれってわしらだけしか見れないじゃないですか、ある意味で。いやさけ好きだけど登りたくないですね。金沢の町中で長い冬に向けて冬支度が始まります。金沢の冬は今にも雪や雨が降りそうな、どんよりとした雲が立ち込める日々が続きます。弁当忘れても傘忘れるなというように、傘を手放すことができません。重い北陸の雪は傘の形にも影響を与えてきました。その伝統的な傘作りは今でも見ることができます。これは北陸の傘は天候が悪いもんで、ちょっと丸みつけたとここに空気が入りやすいもんで、このアイスがつくでしょう。ほんと髪が濡れてビチャーンと質感っていうもんじゃねえ、このまっすぐなんより。ほんとほんだけ長持ちしっちゅうな考え方でないかね。このためにこうちょっと丸みつけたらいいんや。うん、金沢の傘だけやろ、ちょっとこんな丸みついたのは。うん、昔の人はうまいこと傘も作ったし、自由もあったんや。うん、ちょっとしたうち行ったらこんな傘の3本や5本いつもこう玄関に置いてあったもんや。うん、直しも来るし、ハリケーンも来るし、昔はね、みんな物を大切にしたんやけど。戦後には100軒以上あったこのような和傘店も、今では金沢には松田さんのお店1軒だけになりました。何でもいろんなのがあるよ。こうしてほら今送ってやらんのがいいで、このままない人でな、こんな蝶々に引き変えてくれとかな。こんなかけつばた変えてくれとかな。現在はまたね、踊りとかお芝居とかね、また冬を曲芸するおさんとかね、なんじゃまた古風なね、料亭とかね、それから岡山の酒造会社とかね、まあそういう実用でなしに今はね、こういうことに使われるんだし、まあ今がこれで一番いいがねえかなと思うわね。戦前戦後と和傘を取り巻く時代の変化を目の当たりにしてきた松田さんは、和傘が必要とされるのは平和の証拠と、今でも注文販売のお客さんのために一本一本丁寧に
すべての工程を一人でこなしているのです。重い雪が雨に変わり、金沢に春の訪れを告げます。